皆さん、こんばんは。岐阜県怪談話へようこそ。今日は岐阜県にあるかの有名な心霊スポット養老の滝に迫ります。この滝には古くからの恐ろしい伝説が残っており、失踪事件が相次ぐ恐怖の場所です。今回も背筋が凍る体験をお届けしますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。心の準備はできましたか？それでは始めましょう。養老の滝でささやかれる怨念の声、実は怪談スタートです。岐阜県の深い山中に位置する養老の滝、数百年の歳月を経てその美しさで訪れるものを魅了してきたが、同時に不気味な伝承や怪談がこの地にこびりついている。夜になると滝の音に紛れて誰もいないはずの森の中からすすり泣く声が聞こえるという噂。それは単なる風の音や水音ではなく、無念を抱いた魂の声だとささやかれている。村人たちはこの滝を神聖視し、過剰に近づくことを禁忌としてきた。滝の水は癒しの力があると言われながらも、奇妙な事件の数々から触れてはならぬとされるようになった。しかし近年この地では次々と人が消える事件が発生していた。行方不明者は全て滝に近づいた者たちだという。異常事態に村全体が恐怖に包まれる中、3人の異能力者がこの地を訪れた。悪魔ハンターのノン、霊媒師のリ、そして魔術師のク。彼らはそれぞれ独自の力を持ち、人知を超えた存在との戦いを数多く乗り越えてきた者たちだ。今回の事件の裏に古の怨霊が潜んでいると感じ取ったノンは、仲間と共に謎を解明し、村の恐怖を終わらせる決意を固めた。しかし、何かが違う。滝へ向かう道中、ノンは違和感を覚えた。風が肌に刺さるように冷たい。そして、自然の音はあまりにも静寂すぎる。背筋がゾッとするような寒気が彼らを一歩一歩滝へと導いていくのを感じた。滝の前に立った瞬間、ノンたちを取り巻く空気は一変した。昼間にもかかわらず重く陰鬱な気配が漂い、滝から吹きつける風がひやりとした冷気を伴っていた。滝壺に流れ込む水の音が耳に届くが、その背後には不自然な音が混じっている。それは水の音でも風の音でもない。これはすすり泣く声、リーはつぶやき耳を澄ませた。感じるは、この場所に強力な霊気が漂っている。何かがこの滝を守っているような、いや囚われているような気配がする。リーが冷たい汗を拭いながら滝の方向に目を向けた。彼女の瞳はかすかに震えている。警戒しろ、何かが来る。ノンは剣を手に構え目を細めた。長年の経験が彼に告げていた。これは単なる霊ではない。滝全体がまるで何か巨大な存在に包まれているかのような圧迫感を放っている。何かが俺たちを見ている。その瞬間、冷たい風が吹き抜け、木々の間から何かが動いたような気配がした。ノンが剣を振りかざしたその方向には、一つの影がかすかに見えた。女性のような形をしているが、その顔は黒いもやに覆われ、はっきりと見えない。すすり泣く声は次第に大きくなり、まるで彼らを引き寄せるかのようだ。時間がないわ。結界を張る。空が魔術の呪文を唱え、空気中に強力な防御の結界を張り巡らせる。だが、結界が完成する前に、何かがノンたちに襲いかかる気配があった。動くな。何かが来る。ノンは声を低くした。滝の水面に映るのは、まるで異次元から這い上がってくるかのような無数の手。それは滝壺から這い出してくる霊の姿だった。霊たちは苦しみの表情を浮かべ、彼らに向かって手を伸ばしていた。次第に水面が赤く染まり、血のような水が滝壺を満たし始める。これはただの霊ではない。リーが震える声でつぶやいた。
彼らは古の怨霊の手下としてノンたちを滝壺へと引きずり込もうとしていた。俺たちがこの地の呪いを解く。ノンは剣を振りかざし、怨霊たちに立ち向かう準備を整えた。滝壺へと続く細い道は、足を踏み入れるたびに陰鬱な空気に包まれていく。風が木々をざわめかせ、滝からのしぶきが冷たく肌にまとわりつく。ノン、リー、そしてクーは滝壺へと向かいながら、その不気味さを感じ取っていた。滝の音は通常の音ではない。低いうめき声、耳を引き裂くような無言の叫びが三人の足を一瞬止める。伝説に聞いたことがある滝壺には娘の怨霊が眠っていると。彼女は裏切られここに捨てられた。そしてその憎しみが滝壺の底で増幅している。ノンの言葉は重く、滝に反響するかのようにこだました。霊的な存在に慣れている彼でも、ここには特別な何かがいると感じ取っていた。普通の霊じゃない。これは憎しみで満たされている。それも長い間。ノンは剣を抜き、周囲を警戒し始める。剣の冷たい光が霧の中で淡く輝く。リーは地面に膝をつき、両手を滝壺の方に向けて霊視を試みた。霊媒師としての力をフルに発揮し、過去の出来事を見る。見えるは彼女の姿が。リーの声は震えていた。裏切られた彼女は信じた人間に捨てられた。無念と憎悪に満ちたまま、この滝壺に身を沈めたのね。リーの瞳に滝壺で溺れる娘の姿が浮かび上がる。彼女は生き絶える瞬間、滝の水と共に魂を奪われ、滝壺に囚われたままだった。その霊が今俺たちに向かってきている。ノンが低く構える。滝の水面が赤黒く染まり、まるで血のようなものが滝壺から溢れ出してくる。その中から滝壺に捨てられた娘の怨霊がゆっくりと姿を現した。彼女の目は何も映さず、無限の苦痛を抱えたかのようにノンたちを見つめていた。ここに来る者すべてを滝壺に引きずり込むつもりか。クーが杖を掲げ、魔術の結界を強化し始める。だがそうはさせない。怨霊が姿を現した瞬間、滝全体に強烈な霊気が放たれた。滝壺から吹き出した霊気は瞬時に周囲の温度を氷点下まで下げ、木々や草が霜で覆われた。まるで自然界そのものが彼女の憎悪に応えているかのようだ。これまで見たことのないほどの怨霊だ。ノンは剣を構え、背筋を伸ばして怨霊と対峙する。彼の呼吸が白く煙る中、滝の水が一層勢いを増して流れ落ちる。この娘は愛していた男に裏切られ捨てられたのね。彼女の魂はそれに囚われている。 B が再び霊視を試み、かすかに聞こえる娘の悲痛な声をつかもうとした。彼女の心の奥に潜む絶望を感じ取り、リーの胸は締め付けられるような痛みで満たされた。彼女は救いを求めていたのに、このままでは彼女の怨念がさらに強くなって、他の人間たちも次々と犠牲になるだろう。クーが杖を振り、魔術のエンジンを描き出す。俺の魔術で彼女を封印するしかない。しかし怨霊は三人の動きを察知し、滝全体に霊気の壁を作り出した。霊気はさらに強まり、地面がひび割れ、木々が折れ曲がり始める。これが最終決戦だ。ノンは剣を掲げ、怨霊に向かって突進する。空の魔術が怨霊の動きを封じ、リーが心の奥底に語りかけることで彼女の無念を解き放つ準備を整える。もう一度彼女の心に触れてみる。リーは霊視の力を限界まで引き出し、娘の最後の瞬間を完全に見た。彼女の裏切られた記憶が鮮明に映し出される中、リーは娘の心に静かに語りかけた。あなたはずっと苦しんできた。でももう終わりにしましょう。娘の霊は一瞬
目を閉じた。ノンが怨霊に向かって最後の一撃を放つ瞬間、彼女の姿が揺らぎ、滝の水音に溶け込んで消え去った。滝全体が静けさを取り戻した。氷点下まで下がっていた気温もゆっくりと元に戻り、霜に覆われていた木々が再び息を吹き返したかのようだった。怨霊の姿は完全に消え去り、滝の水は再び透明な輝きを取り戻した。リーは疲れた表情でつぶやいた。彼女はやっと解放されたのね。ずっと誰にも気づかれないまま、この滝に囚われていた。だが、これで終わりだ。空が杖を下ろし、魔術の結界を解く。彼女の魂は浄化された。もう誰も滝に引きずり込まれることはない。ノンは剣を収め、滝をじっと見つめた。だが、これで全てが終わったわけじゃない。まだ、こうした怨霊が眠っている場所は数多くある。そうね、また次の場所が私たちを待っている。リーが微笑んだ。静かな滝の音が再び響き渡る養老の滝。三人は肩を並べ、次なる冒険へと向かうのだった。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。岐阜県の養老の滝の背後に潜む恐怖、いかがでしたでしょうか。まだまだ全国には、あなたを震え上がらせるスポットがたくさんあります。次回もぜひお楽しみに。チャンネル登録をして、次の恐怖を見逃さないようにしてくださいね。それでは、おやすみなさい。いい悪夢を。